アートというのは人々の意識に投げかけるものだと思います。で、私たちの心が動くとか何かが引っかかるものがあって、それで私たちの気持ちが動いて覚醒させるもの、とても素晴らしいものだと私は感じています。それを真に思ったのはコロナ禍になって人々が外に出歩けなくなって、その時に私スペインの方で展覧会をしたんですけれども、もちろんとても難しい状況で人数制限もあり、でその中でスペインの方は結構アート芸術に対してとても重要性を感じている国なので、もうオープンにミュージアムとか博物館とか結構開いていたんですね。イギリスヨーロッパでは珍しい方だったと思うんですけれども、で私も自分の展覧会をしながら、で他の美術館にも見に行って、その時にやっぱり考えたっていうか感じたのは、なんかもう神経が一つを自分 の, 細胞がもう生き返るような そのような体験も自分もしたので、やっぱりアートと向き合って、一人一人思うことは違うと思うんですけれども、何かリフレッシュされるような本当に生き返るような気持ちっていうのは湧き上がってくると思います。アートを見た時にその場で何かガッと来なくても、またお家に帰ったりとか、あと他の状況でまた社会の動く社会の状況の中で、またその時見た時の経験とかが蘇ってくる時もあると思います。それで起こるディスカッション、人々との話し合いの場になるっていうところがアートの素晴らしいところだと思ってます。